塩の海運上門は、兵庫県稲郡出身で、出羽の海部屋に所属した大相撲力士である。最高位は、西大関。本名は、岸本忠夫。特異種は、右四つ、より、はず押しなど。現役時代の体格は180センチメートル、113キログラム。1918年3月1日、兵庫県稲郡で生まれた。小学生の頃から体格が良く、 万力も強かったことから、大人と同じ演伝作業に従事していたが、岸本少年の素質を見出した同郷の広角家に、笠木山勝一を紹介され、出羽の海部屋へ入門した。笠木さんは当時としては、珍しい大学出身のインテリー力士で、当時の出羽の海部屋では、打倒双葉を合言葉に、双葉山の連勝を止めるための研究、対策を繰り広げていた。 その作戦本部長のポジションにいたのが、笠木さんで、岸本少年も例外なく、入門当初から有望視された。1938年1月場所において20歳で、初土俵を踏んだ。当時としては、遅い入門だったが順調に出世していき、1942年1月場所で、新十両へ、昇進、1943年1月場所で、新入幕を果たした。 赤銅色の筋肉質な体で、銅部屋の駿河海港夫が、青鬼と呼ばれていたのに対して、赤鬼と呼ばれた。上突っ張りと、はず押しは強烈で、右を刺しての投げも見せた。第二次世界大戦の真っ只中でありながら、ちょうどその時期が最盛期だったことで、あまり注目を浴びることはなかったが、1944年1月場所では、双葉山定を、はず押しで倒して、 金星を獲得、以後順調に番付を上げて、東西制最後の場所となった1947年6月場所に、大関昇進を果たし、出羽の海部屋の将来を背負う存在として注目された。だが1948年5月場所で怪我により一勝も、できずに途中休場、大関門番だった同年10月場所で3勝8敗と、大関の地位で2場所連続負け越したため、 翌1949年1月場所では、関脇の地位に陥落。同年、5月場所では平幕まで降格したが10勝。次の10月場所にて関脇で10勝を挙げた後、大関復帰を果たした。しかし大関最小新後も乱調が続き、1951年1月、5月場所と、再び大関で2場所連続の負け越しで、大関陥落が決定的となり、 この同年、5月場所を最後に、現役引退を表明した。大関座位は通算合計で9場所で、大関での勝ち越しはわずか3場所という不本意な結果に、終わった。また、羽黒山さん聖事には通算で13戦全敗と全く、歯が立たなかった。ただ、テルクに満蔵には3勝4敗と互角に近く、東。 藤木日には6勝4敗と勝ち越すなど、あんこ型の力士には強かった。引退後は年寄り、出来山を襲名、定年退職までではの海部屋所属の年寄りとして、長く勝負審判も務めたほか、後進の指導にも当たった。1983年2月28日に、日本相撲協会を定年退職した後は、東京都江東区門前中町で在職中に始めた。 旅館、岸本を経営したが、同年7月18日、同区内の自宅で、心筋拘束のため亡くなった、65歳没。細見ながら、怪力という共通点を持つではの花吉高が彼の没後に、出来山の名跡を継承したのは、何かの縁とも思われる。ありがとうございます。